皆さんこんにちは。 OHK アナウンサーの中塚美穂です。イオンモール岡山1階晴れ町スタジオからお送りしています OHK アナのクスクス。今回はですね、こちらの企画を用意しましたよ。それでは早速いきましょう。その企画がこちらです。今川アナと中塚の50の質問です。イエーイはい、やっとこの企画をやることができました。もう本当にずっとやりたかった企画で、以前インスタグラムで企画を募集した際にいろいろお声をいただいた中の一つなんですけれども、今回はスペシャルゲスト、素敵なゲストとして今川奈央アナウンサーをお迎えして2人で50の質問に答えてみました。本当にあんな質問やこんな質問、さまざまなことに答えているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきましょう。50の質問第1問、名前は今川奈央です。中塚美穂です。第2問、この名前の由来は、植物の名前をつけると優しい子に育つということで、ナッパの名で、へその緒の緒はその優しい性格が長く続きますようにで選ばれました。ミオのミで美しい、緒で始まりなので、美しい始まりっていう意味でミオっていう名前をつけたそうです。3つ目、小さい頃になんて呼ばれてた？なっちゃん。ミオかミオちゃんでした。4つ目、誕生日は12月28。6月12。足のサイズは23センチ。24か 24.5 です。チャームポイントは鼻？チャームポイント、なんか口角が、そう、いつもなんか上がってる、真顔でもちょっと上がってるって言われることがあって、真顔やってみて、笑ってそうだね自分の一番好きなところは？負けず嫌いなところ。確かに、なんか奈央さんは各そのロケとかが終わった後もすごく自分のなんか録画とか研究されてて、なんで知ってるの？もう見てますよ、いつも奈央さんの姿を。はい、で私はそうですね、ネガティブにならないところかな。あ、でも確かにミオちゃんが弱音吐いてるところとかあんまり見たことない。あまりというか見たことがない。やっぱり本当ですか？うん、そう、なんかいつも元気だな自分って思います。では自分の長所は？何事も諦めないところ。はい、私はやっぱりずっと何事もポジティブに捉えて挑戦し続けられるとこかな。では自分の逆に短所は？たまに全てがどうでもよくなるところえ、そうなんですか？結構ネガティブなんですけど、たまにもう全てがどうでもよくなってまあ生きてるしいいかってなっちゃうところでちょっとその奈央さん見てみたいです楽観的に捉えてしまう時があるかもしれないです。なんかこう重く捉えて、あまりにもこうポジティブすぎて、でもまあいいかって私も思っちゃうところかもしれないです。すごい正反対じゃない、ネガティブすぎてどうでもよくなる、ポジティブすぎてどうでもよくなるはい、前提が違いましたではカラオケでよく歌う曲は？プリプリの M。 ディズニーメドレーですね。子どもの頃なりたかった職業は？お花屋さん5歳か6歳ぐらいの時に祖父の言葉がきっかけでアナウンサーになりたいって漠然と思ってました。好きなお菓子は？チョコレート全般。グミ好きな食べ物は？うなぎ。餃子とハンバーグ。好きな動物は？犬。パンダと、ワモンアザラシが好きです。1個にしてもらえますかすいません、欲張りですね。はい、今ね途中まで見ていただいたんですけれど、私欲張りすぎですね。なんか2個答えてますね全部。奈央さんごめんなさい
欲張ってしまいましたが、はい、まだまだこの後質問続きますので、ぜひ続きもご覧ください。それではどうぞ。好きな色は白黒ピンク、エメラルドグリーンとラベンダー色がすごく好きです。好きな映画はハリーポッター。私は美女と野獣とマイインターンが好きです。好きなアニメはあんまり見ないんですけど、鬼滅の刃友達から教えてもらった赤髪の白雪姫。好きなキャラクターはピーチ姫これちょっとね、ナオさんパンって抜いてほしいです。ピーチ姫って言った時そんな思い入れないのでごめんなさい私はキャラクターは、ベル、ビューティーズのベルと、あと最近鬼滅の刃ですごくつゆりかなおちゃんが好きです。出身は愛知県名古屋市、東京都大田区です。地元のいいところを教えて。程よく都会、程よく田舎人が賑やか東京あるある賑やかでした。楽しかったです。座右の銘は継続は力なり、置かれた場所で咲きなさいです。今咲いてますか？咲きかけですこれからですね。これから咲きます朝起きて必ずすること、携帯チェック LINE を開きますね。あ、一番最初に、一番最初に LINE 開いて、あ、トーク数変わってないじゃあ逆に寝る前に必ずすること、音楽を聞くこと。この肩周りと足のここの股関節を伸ばしてから寝ます。なんで？なんかそれをやるとすごく気持ちいいんですよ。なんかボキボキとなってあそれ朝逆にやるだろうと思うんですけど、寝る前に体動かすんだ寝相はいい？悪い？いい。お、私もこれはかろうじていいかなって思います。落ちたことはない。同じくないですか？叫んだことはありますけど寝相ですもんね。待って叫んだこと、なんか実家に帰った時に部屋母と違うのにバーッとかって声が聞こえたらしくて、でも私寝てたそうです。直立したまま。待って寝相はいいです。口癖はなんか、私これ口癖が自分であんまり分からなくて、なんか言ってます？今時の言葉女子高生とかが使うような言葉遣いをじゃこれは悪い意味じゃなくて、なんかやばいとかマジですかごめんなさい、すいませんでした先輩方、すいませんでした。かわいい。尊敬している人は母。これは私も同じで父母です。会ってみたい人は今一番好きなのは丸山礼さん。おお。からあとダウンタウンさん、金幕来てください私もそれは見たいです。ダウンタウンさん呼んでくださいエルトン・ジョンさん。将来の夢は声の仕事をずっと続けることと旦那さんと子供に恵まれることですコロナで全然海外に行けなかったので、海外に行っていろんなものを見てみたいです。自炊はしますか？しますよ本当に。最近祖母の家に帰ることも多いので食べさせてもらってます得意料理はチキン南蛮。うわ食べたいいつでも作りますよ。今度ご馳走してくださいもちろんでございますありがとうございます。私の得意料理は担々ごま焼きそば。何それ？なんか担々ごまのソースを使って焼きそばを作るんですけど、簡単なんですよ。じゃあ、 一緒にチキン南蛮と。あ、そうしよう、そうですね、持ち寄って、持ち寄ってパーティーしようはい、ここまで見ていただきましたが、もう一問一問想像以上に盛り上がってしまって、もうすごい尺になってしまったんですよ。もうちょっとね、ご覧いただいたら分かるんですけど、質問の後にいろんなこう話の展開があって、
はい、すごく楽しかったですね。一個質問で、自炊はしますかっていうので、なおさんはしっかり自炊いつもされてるんですけれど、私最近祖母の家に帰って食べさせてもらってますっていうのを言ったんですけど、その前にちょっと自炊はしますっていう言葉がちょっとカットされてて、なんか悲しかった。あれちょっとはしますよ、私もちょっとは。はい、こんな感じですごくすごく本当に話が盛り上がってしまって、50の質問とは言いながらもちょっとここまで途中のね30問までしか皆さんにお見せできなかったんですけれども、安心してください、この後ね後半残りの20問盛りだくさんな質問を後半戦で出させていただきますので、ぜひぜひ期待をしていてください。もうね後半20問も楽しいですよ、もうぜひ見てほしい。こちらの放送も皆さん楽しみにしていてくださいね。本当に今川奈央アナウンサー一緒の出演していただいてありがとうございました。もうすごく楽しかったです。本当にね動画から見てわかる通り、今川アナって本当に魅力がたくさんあって、いつも優しくて本当に大好きな先輩です。はい、改めて OHK に入ってよかったなと思っています。それでは次も楽しみにしていてくださいね。それではまた OHK アナのクスクスでお会いしましょう。バイバーイ。